それは二人だけの宝物。乱世に飲まれそうになった時、戦が怖くなった時、彼女たちは思い出す、あの約束を。家族と過ごした日々、交わした言葉、数々の思い出を胸に、早川殿は戦乱へ飛び込んでいく。約束の章。している場合ではないでしょう。だって姫様に怪我をさせてしまうかも。そんなことではダメよ、カイ。戦場で甘えは許されないのだから。はい、もう一回。はい、姉上、頑張れ。カイも負けろ。姫様、お怪我は？大丈夫よ、さすが若いね。姫様。はい、よくできました。こんなとこにいたのか、てめえら。どうしたんですか、親方様。戦支度しろ。上杉の奴らが攻めてきやがった。行こう、姉上。家族で力を合わせれば、上杉なんて目じゃない。そうね、三郎の言う通り。時は戦国時代。関東では相模の志士北条氏康が台頭。関東管領上杉憲政は領国を追われ越後に逃げた。越後の上杉謙信は憲政を庇護し関東へ出兵。北条家の所領周辺に長期布陣して氏康を牽制していた。やがて謙信が本格的に動く。氏康と決着をつけるべく北条の本拠小田原城へ進軍。だが氏康は慌てず騒がず籠城策を取る。氏政、三郎ら息子たち、早川殿や甲斐姫も従った。北条の人々は皆信じていた。家族の絆があればどんな難局も乗り切れると。約束の章、関東防衛戦。みんなの力になりたい。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。
うございました。姫さん、こっちから攻めてやる必要はねえ。守りを固めて反撃の機を伺え。父上、天守の門は私が守り抜きますと。父上、敵に赤金門を突破されました。開門。さばかね、大層なご挨拶じゃねえか。仕方ねえ、迎え撃ってやれ。このコースを天に捧げる。姫様って、やるときゃやるからな。さすがは不落の現状巫女。戦が長引きゃ武田も動くに決めねえ。上杉が攻め急ぐのも無理はねえってか。奴らまたすぐに攻めてくるぜ。その前に蓮池を取り返して守りを固めとけよ。開門。むやみに突っ込んじゃねえぞ。手が空いてる奴はステンドアの奪還に回れ。
小峰黒川は守りの要所だ。奪われると厄介なことになっちまうぜ。上出来だ。そこに鉄砲隊を置いときな。
そろそろ勝負を決めなくては。我が部に挑め。もし反撃と行こうじゃねえか。ってのかよ。ちゃくキリがねえ。これ以上国を荒らされちゃかなわねえな。和議の使者を出せ。奴らも武田の動向が気がかりなはずだ。断りはしねえだろう。俺はまた足を引っ張って、俺が補助にできることは、俺が人質として上杉の地へ行く。え、三郎様、いきなり何を。俺はどうしても北条の家族を守りたい。そして俺にできることって言ったらこれぐらい。わかった、行ってこい三郎。親方様、本気ですか。三郎様にそんな危険な役目を。姫様、親方様を止めてください。三郎様が行っちゃいますよ。大丈夫よ、カイ。三郎自身が選んだ道だから。姫様まで、こんなのって。気をつけて、三郎。Thank you.
北条三郎は自ら上杉家の人質となった。謙信は三郎を養子とし影虎の名を与えた。この破格の待遇が後の乱を生むことになる。謙信が後継者を指名せず死ぬと跡目争いが勃発。三郎こと上杉景虎と同じく養子の上杉景勝が相争うこととなった。上杉家のお家騒動は武田、北条ら周辺諸国を巻き込む大乱に拡大。氏康、早川殿ら北条勢は早御前とともに上杉景虎を助けるべく越後に進軍した。約束の章、ホタテの段。みんな来てくれてありがとう。北条を守るなんて言いながらまた迷惑かけちゃったな。何水臭いこと言ってるんですか。北条の家族の力見せつけてやりましょう。俺、北条から離れて不安だった時に父上や母上に温かく迎えてもらったんだ。だから父上、上杉謙信が死んで家中が分裂して上杉家が壊れていくのを黙って見ていられない。俺は影勝と本気で戦う。父上のいた頃の強い上杉を取り戻すために。良い心がけですよ、可愛い影虎。綾も北条の家族もあなたを支えています。強くなったわね、三郎。私たちも頑張ってあなたの思い支えるから。みんなの力になりたい。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。影勝、お前を倒し俺が父謙信の志を継ぐ。一箇所の口を叩くようになりやがって。さて、まずは砦を奪って増援を呼び込むぞ。三郎様のために頑張りましょう。姫様。そうね、カイ。三郎は私たちに絶対に影虎様に登場の火星が入った模様です。これで戦力的には我らが不利となりました。触りなら火星ならば我らが得られる。北部はまだ敵の一気に出ます。今のうちに艦を撃っておくべきかしら。Thank you.
であった。そこに兵を攻めとけ。かなわぬ。引け、城内に撤収だ。開門。城内だぞ。この機を逃さずなだれ込め。北条勢のおかげで勢いがついた。よし、俺も。ダメか、サブロン。総大将は本陣でどっしり構えてみせる。あ、はい、兄上。勝頼を潰す名目ができたぜ。私だってやれます。お母さんの力を。おたてにも敵が迫ってきよったか。なんとしても影虎殿を守るのじゃ。こんなに姉上、味方が必死で戦ってるのに俺だけ動かないなんてやっぱ無理だ。
せいことを抜かしやがって。まあ、サブローらしいピッチャーらしいよな。影トロ影勝殿、ここは我らにお任せあれ。行くぞ雪村。影トロ殿に向け進軍します。敵もなかなかやるよ。お母さんの力を。
急げ。打ち取りました。急げ。もののふの魂、この槍にて貫かん。全救援こう。愛あるものの救援が必要です。よくやってくれました。いざ戦わん。もう見誤ったか。さすがですね。いずれわかる。大切なものと戦わねばならぬことの意味が。なんとか三郎を守り抜けた。私たちも鮫ヶ尾城に向かいましょう。影虎様がサメガオ城に向かう途中、お味方に裏切られ無念のご最後。え、サブロー様が死んだ。嘘、そんなことって。助けられなかった大切な大切な家族なのに。もう嫌、こんなドアホのよ。家族や友達が憎んで争って死んで。カイ、落ち着いて。誰も助からない、誰も助けられない。もう逃げたい、戦いたくない。カイ、
情けないことを言わないで。私たちにはまだ守るべき人たちがいる。サブローだって怖かったはず。でも最後まで精一杯生き抜いたわ。ここで私たちが折れてしまったら、サブローがあまりにもかわいそうよ。姫様、殿や海姫の奮闘も虚しく、サブローは撃たれた。だが彼女たちはサブローの分も前を向いて生きると決めた。やがて彼女たちを見守っていた氏康も他界。暖かな北条家に徐々に冷たい風が入り込む。天正18年、天下統一事業を進めていた豊臣秀吉は自らに服従しない北条家討伐を決意。豊臣の大軍は関東各地を席巻した後、小田原城や他の北条の城を包囲した。早川殿は海姫の居城忍城の救援に向かう。忍城は豊臣の将三成の手により水攻めにされていた。それでもまだ彼女たちは信じていた。家族の絆があればどんな難局も乗り切れると。約束の将、忍城の戦い。半端ないわね。こんな時お館様がいてくれたら。頑張りましょう。カイ、城下にはまだ大勢の民がいる。関東の民を見捨てたらお父様や三郎に怒られちゃうわ。そうですよね。よっしゃ、雷親父に雷落とされないよう頑張ります。見ててねみんな。北条の家族は私たちが守ってみせるから。みんなの力になりたい。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。Thank you.
となる。危ないから早く城の方へ逃げて。あとは私たちが何とかするから。姫様に任せて逃げるなんざできねえ。俺らにも手伝わせてくれ。ぶっ壊しゃいいんだろう。わしらの底力豊臣の連中に見せてやろう。
時の流れに逆らわない。それもわからぬ。これで。破られただと。この戦場、馬鹿にならん被害、なぜだ。俺はどこで間違えたというの。こんな時こそ被害を見せよ、三成。我らは南一帯の制圧にて。我らは北に進軍し、敵本陣を形成します。本陣はわしが守る。敗北。皆で力を合わせれば必ず勝てるはずだ。皆前を向いて戦ってくれている。すまない。せっかく堤防を壊したのにまた押し返されてるじゃない。大丈夫、ここを耐えれば必ず。そうよね、お父様。本田忠勝が娘リナ、小田原本心の援軍に参りました。おお、待っていたぞ。急ぎ信行殿に加勢してもらいたい。くじけない。はい。皆のため、私たちは。敵将討ち取りました。この名にかけて。わしらの国を、わしらを守るんじゃ。城を守ってくれてるなんて。雨も武士もありません。この国の人たちはみんな家族ですから。いな、共に参ろう。
目を取るだと。それは北条家のご令嬢。かわいい顔して勇ましいね。無駄口を叩いてる暇があるのかしら。このフェイリットのはずだと思うけれど。こりゃ敵にし。なぜ攻撃しない。一時しのげたとしても無駄なのだよ。この国に暮らす皆の意志を殺意絆は天下の本性でも壊せないわ。これで終わり。姫様素敵。やるとしゃやるからな。落ちるなんて。また守れなかった。助けられなかった。精一杯頑張ったのに。探しましたぞ、お二方。秀吉殿の裁定を言い渡しに参りました。北条の姫君は我らと共に関東へ、甲斐殿は秀吉殿と共に大阪へ。よろしいかな。そんな姫様と離れ離れ。言う通りにしましょう。甲斐、敗者は勝者に従う。それが乱世の習いですもの。でも大丈夫、私たちは離れていても家族よ、ずっと。わかりました、姫様。でも約束してください。離れていてもそれぞれの場所で精一杯生きるって。分かったわ、約束よ。絶対ですよ姫様。